こんばんは、田丸美鈴です。さて今日のザ・スクープは、今週の月曜日に勃発して世界中を震撼させましたソビエトのクーデターを緊急特集したいと思います。迫り来る戦車を身を挺して立ちはだかった市民たちの流血と感動の記録、あるいはまたあのエリツィンさんらが立てこもりましたロシア共和国の最高会議のビルの中などの様子などを初めて公開されます映像もふんだんにお伝えしたいと思います。じっくりとご覧いただきましょう。さて鳥越さんはモスクワに急遽飛んでいます。鳥越さん、モスクワの最新情報などお伝えいただけますか。そうですね、はい、私は今年1月ぐらい4度目のモスクワですが、実は今朝10時からモスクワ中心部のマネージ広場で、数十万の人が集まりまして、今回のクーデターで犠牲になりました3人の方を悼む慰霊祭が行われています。ここにゴルバチョ赤い腕章を巻きましたゴルバチョフ大統領も出席いたしまして、スピーチをいたしました。今回なかなか民衆の前に市民の前に姿を現さないゴルバチョフ大統領に、なぜゴルビー姿を現さないというような不満の声もあったわけですけれども、やっとこれで、ゴルバチョフは市民の前に姿を現し、その辺市民の気持ちも考慮したということかもしれません。それからもう一つ非常に特徴的なのは、今回この慰霊祭でロシア正教のミサが行われました。はい、共産党の幹部が列席する前で、宗教的な儀式が堂々と行われたというのは革命直後を除きましてソ連の長い歴史の中ではおそらく初めてだったと思います。何せこのクーデター後いろんなことが起きてますが、初めてずくめいろんな初めてのことが次々と起きております。今日はその辺もじっくりと見ていきたいと思います。私たちでも取材しましたあの人気番組の視点という番組がまた再開されたそうですね。はい、一旦中止されてたものが実は昨日の夜ですね、9時50分頃から2時間ぐらいにわたりまして、リュビーモフさんという若手の人気キャスターが主催しますこの番組、8ヶ月ぶりにまた帰ってまいりました。で私も昨日このスタジオにずっといて、一部始終を見ましたし、それからリュビーモフさんにインタビューもいたしました。彼はこんなに早く再会できるとは思ってなかったと正直に胸の内を語っておりました。はい、本当に何もかもが今急激に変わっているという、モスクワそしてソ連のようですが、また後ほどはいお伝えいただきたいと思います。すいません、はい、はい、一旦引き取ります。それではコマーシャルの後はですね、早速市民たちが素手で戦車を食い止めました、その生々しい映像の記録からご覧いただきたいと思います。ラビットの自然は今もそのままここにあります。豊かなものを伝える、それが信託。そこに未来がある限り、三菱信託銀行。私たちの地球には無限の情報が生きている。一体いくつの情報とコンタクトできるだろうか。もっと知りたい、もっと伝えたい、沖野システムテクノロジー。沖野。さて今回のクーデターを阻止した本当の主役は、あのロシア共和国最高会議ビルの前に集まった何万人という名もない普通の市民たちだったのではないでしょうか。さてその今回クーデターの大きな転機となりました、20日深夜の戦車と市民の衝突、その時何が起こったかをご覧いただきたいんですが、衝突が起こりましたのはこのカリーニン通りの、この辺りと、それから、この辺りになるようですが、さてその時何が起こったのか未公開の映像を交えてご覧いただきましょう。8月20日、反クーデター派のエリツィン大統領を支持する市民はモスクワでおよそ15万人に達した。午後11時58分、最初の銃声は戦車から撃たれたものではなかったという。この場面の撮影者によると、
市民を装った KGB 職員が発砲したもので、その時ソビエト軍に動きはなかったという。しかしその19分後の21日午前0時17分、何者かの指示により装甲車がバリケードに突き進んでくる。課長、ピーターラビットの自然は今もそのままここにあります。豊かなものを伝える、それが信託。そこに未来がある限り、三菱信託銀行。私たちの地球には無限の情報が生きている。一体いくつの情報とコンタクトできるだろうか。もっと知りたい、もっと伝えたい。沖野システムテクノロジー。さて、今回のクーデターを阻止した本当の主役は、あのロシア共和国最高会議ビルの前に集まった何万人という名もない普通の市民たちだったのではないでしょうか。さて、その今回クーデターの大きな転機となりました、20日深夜の戦車と市民の衝突、その時何が起こったかをご覧いただきたいんですが、衝突が起こりましたのはこのカリーニン通りの、この辺りと、それから、この辺りになるようですが、さて、その時何が起こったのか、未公開の映像を交えてご覧いただきましょう。8月20日、反クーデター派のエリツィン大統領を支持する市民はモスクワでおよそ15万人に達した。午後11時58分、最初の銃声は戦車から撃たれたものではなかったという。この場面の撮影者によると、市民を装った KGB 職員が発砲したもので、その時ソビエト軍に動きはなかったという。しかしその19分後の21日午前0時17分、何者かの指示により装甲車がバリケードに突き進んでくる。
さて今回のクーデターを阻止した本当の主役はロシア共和国最高会議ビルの前に集まった何万人という名もない普通の市民たちだったのではないでしょうか。さてその今回クーデターの大きな転機となりました、20日深夜の戦車と市民の衝突、その時何が起こったかをご覧いただきたいんですが、衝突が起こりましたのはこのカリーニン通りの、この辺りとそれから、この辺りになるようですが、さてその時何が起こったのか未公開の映像を交えてご覧いただきましょう。8月20日、反クーデター派のエリツィン大統領を支持する市民はモスクワでおよそ15万人に達した。午後11時58分、最初の銃声は戦車から撃たれたものではなかったという。この場面の撮影者によると、市民を装った KGB 職員が発砲したもので、その時ソビエト軍に動きはなかったという。しかしその19分後の21日午前0時17分、何者かの指示により装甲車がバリケードに突き進んでくる。